はい、では得意な教科と不得意な教科について教えてください。はい、私が得意な教科は国語です。それは物語なので登場人物の心情を考えることが好きだからです。苦手な教科は数学です。ですが、わからないところはすぐに先生や友達に聞くなどしてなるべく減らす努力をしました。はい、ありがとうございます。